ダラダラと喋っちまってるが、要するにだ、俺っちたちは全体の ES の意向なんざクソくらえだと思ってる。言葉が汚いよ兄さん。うるせえな。言葉なんぞ伝われば何でもいいだろうがよなあ、ニキ。え？僕はこの場にいなかったんで話の流れが全然わかんないっす。それよりみんな、お茶とかお菓子とか用意したんでどうぞ。あ、嬉しい。いつもお気に、ニキハン。俺はがっつり食べた直後だからお茶だけにしとくよ。一日の摂取カロリー以上、とっくにお腹の中に入っちゃってる気がするし。大丈夫だよアイラ、摂取した分運動すればいいんだから。その運動する元気がないの。俺たち裏盆への直後で朝まで死んでたの、もう忘れたわけ。食べきれないなら残してくれてもいいっすからね。全部僕が処理するっすから。僕はイカ水とかいろいろな理由で食べても食べてもお腹が空くんすよ。うん、食費のためにも解雇されずに働かねえとな。まあお望みなら俺っちが2期の財産を倍にしてやるけど。なあ、大丈夫っす、間に合ってるっす。マジで勘弁してほしいっす、リンネ君。遠慮すんなよ、友達だろ。僕のあんたに対する印象は友達じゃなくて年上の紐っす。貧者に施すのは良いことだと思いますよ俺は。いや、施してるんじゃなくてむしり取られてるんすよ。僕がいなきゃリンネ君はのたれ死んでたんすから、もっと恩義を感じてお利口さんにしてほしいっす。いやいや、感謝してるからこそ俺っちの得意なギャンブルで財産を増やしてやろうって言ってんだろ。ほら出せよ、まだ持ってんだろ。ジャンプしてみろ。やめろ、破滅するなら自分だけで破滅してほしいっす。ふむ、二人の関係は気になるけど、それよりも兄さんたちは今後どうするつもりかな。どうも兄さんたちは ES の意向が気に食わないようだし、僕もそれは当然だと思うけど、 ES は強大無比な存在だよ。この周辺地域に恐るべきアイドルの王国を築き上げている。アイドルである僕たちはそこの国民だと言える。国に所属し生かされながら国を動かしている権力者たちの決定にこうする方法があるのかな。兄さんたちは気の毒だとは思うけど、僕たちには助けの手を差し伸べる余裕もないしね。そんな話をされても正直困ってしまうだけだよ。うん、ひどい言い分かもしれないけど、ぶっちゃけクレイジービーにはあんまり関わりたくないし、俺たちも弱い立場だしね。変に上に睨まれたらあっけなく潰されちゃうもん。せやろな。まあ犠牲は少ない方がええわ。あ、もちろん琥珀っちたちはかわいそうだと思うけど、演技だとしても悪役としてみんなを傷つけたりもしたわけだし、自業自得でもあるっていうか。そう、俺っちたちはもう走り出しちまった。今さら反省しました、許してくださいって頭を下げても誰も納得しねえっしょ。のんきに白旗あげて降伏しようとしてもES に上から狙い撃ちにされて射殺されるだけ。偶然でも陰謀でも何でも、俺っちたちは動き始めちまった。そんなボートが生き延びるためには政府がこっちの意見を飲むぐらいに強くならなくちゃいけねえ。手勢を増やして金を稼ぎ、世論を味方につけ、外部勢力の後援も得たりして、可能な限り強くなって議事堂の前で叫ぶんだよ、ノーってな。俺っちたちが生き延びる方法はそれだけっしょ。もちろん敵さんもバカじゃねえから、こっちがそういう考えを持ってるって感づいたら鎮圧しに来る。
今んとこごまかしてるつもりだけどよ。まあ遅かれ早かれ俺っちたちの範囲はバレる。すでにバレてて手のひらの上で転がされてるんだろうな。副所長のメガネ君は恣意的に話の流れを歪めてサミットでの話をまとめようとしてるっぽいけどよ。あれはまだ腹に一物隠してるし。とまた言葉が汚いだの下品だのって弟君に叱られちまうかな。ん？どういうことかな、アイラ。俺に聞かないで。知らない、アイドルだから下ネタわかんない。そう、俺っちたちはアイドルだ。 ES の一部なんだ今。だからあいつらが外面を気にしてアイドルによるアイドルのためのうんぬんと言ってるうちに勝負を仕掛ける。民主主義社会では国民に参政権がある。それを手にして力ずくでも上を弾劾し己の正当性を主張してどんな手を使ってでも生き延びる。まずは近日中に開催する予定の俺っちたちが企画するドリフェスで大暴れする。そこで大量のリッドルとファンからの支持や ES に対する不信感を勝ち取る。不信感？ああ、どんなものでも叩けば誇りが出るっしょ。こんな強引に短時間のうちに王国を築いたんだ。どこもかしこも突貫工事だから付け入る隙はいくらでもあるんだよ。これまでのクレイジービーのドリフェスでも悪意の目は毎年方法論も確立した。十分に勝ち目はあると踏んでるぜ。だからこそ俺っちたちはそこにチップを全掛けする。てめえらアルカロイドにもよかったら協力してほしい。仲間になって一緒に ES と戦おうなんて言わねえから、せめて最低でも邪魔せず黙って見てろ。可能なら一緒に舞台に立ってほしいけどな。てめえらは俺っちたちをかわいそうだのなんだのと言ってたけど忘れてねえか。てめえらも俺っちたちとほぼ同じ立場だろ。俺っちたちが潰された後、次はてめえらが同じように狙われないって誰に断言できる。 ES に便利に使われてもてあそばれて捨てられないって確信できんのか。確かに、そういえばラビッツのニト先輩も気をつけろみたいに言ってたよね。天正院は個人のことはどうでもいいと思ってるとかなんとか、俺たちはいつだって全体の利益のために捨て石にされかねない。そうなる前にまだ俺っちたちがアイドルとしての立場を力を持っているうちにお偉方の手のひらをチクッと刺してやんだよ。俺っちたちに手出したら痛い目に遭うって教えてやろうぜ。可能ならそのまま力を高め勢いを得て玉座に座るクソ野郎どもを蹴落としてこの ES という名の王国を取る。こんなちっぽけな夢の国すら手に入れられない愚鈍な脳なしなら故郷に戻って王様になってもへの突っ張りにもならねえよ。何の役にも立たねえ、故郷に利益をもたらせねえ、そんなかかしを持って帰るのがお望みかい、弟くん。故郷を正しく導ける強い君主を望むなら俺っちのことを応援しろよ。ここでの経験はきっといつか故郷に帰ってからも役に立つだろうしな。故郷に帰るつもりはあるんだね、兄さん。ああ、気に食わねえけど、それが俺っちの運命っしょ。でも、帰る日は自分で決める。せっかく都会に出てきたんだ。満足してやるだけやってから帰還してよ。でなきゃ本当に、こんな単なるガキの家出だ。お前
もっと上等な人間だろ。そう信じて、できれば手伝ってくれよ。もともと王たる俺っちを補佐すんのが弟くんの役目っしょ。